時刻は夜七時を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。こんんは日田健子と司法書士の日高健一です。アシスタントの日々です。今夜も皆様が聞いて得するさまざまな知識をお届けします。三十分間とどうぞお付き合いください。はい、えー、今日はですね、はいえー、まずうーまあ。 あお話があって、一、え、郎、ー、がですね、皆さん知ってると思いますけど、3000本安打ですね、はい。おめでとうございます。すごいですね、3000本安打。そうですよね、うん、日本でも、うん、日本で2000本安打打ったら、すごいすごいって言われるのに、うん、プラス1000だもんな。しかも、それが大リーグだけで3000、<laughs> うんうん、これはもう、前人未到、多分誰も抜かせないんじゃないですかね、今後。うん、それでやっぱり今、流れたのが、あの一郎が、うん、まあ、 インタビュー受けながらあのサングラスから涙とやっっぱかこいいですよねさっき見ましたけどちょっと感動がなイチローって段まあテンションが結構高いイチローは見たことあるんですけどこのしっとりウエットなイチローいうのはあまり見たことないのでちょっと本当にこの偉業だったんだなっていうのが伝わってきましたね。それなりに 苦労をやっぱしたんだろうね,うね嬉しくてどんちゃん騒ぎっていうよりも、うん、あと何本、あと何本ってカウントダウン入ってそっからね結構、長かったですからね。んでああいう渋い,なんていうのかなどんちゃん騒ぎしてやった3000本打ったっていうのもいいけどサングラスの中から流れ出てくる。 涙っていうのまたかっこいいなっていうの、しみ出てきてましたね。やっぱりのああいう一浪か,かっこいいよね。はい。うん本当になんかすごいなと思って、まあ三千本って簡単に言ってもやっぱり、えー、一つ一つの積み重ね、コツコツやった結果に過ぎないと言うんだろうけども、はい、まあ確かに一個一個積み重ねることの。 結果ですごいなとやっぱりおめでとうと、はい、言いたいですね。本当に一郎選手おめでとうございます。おめでとうございました。はい、えー、この番組では日田県に聞いてみたい法律問題トラブルその他応援メッセージなどを随時募集しております。メールアドレスは 797@fm ぎのわん .com、797fm ぎのわん .com です。また FM ぎのわんのホームページではユーストリームやツイキャスで映像と音声も配信していますので、そちらも合わせてお楽しみください。 さあいきましょう日高使用書士法人プレゼンツ教えて日田健先生スタートです、はい、えー、今日はですねはい こうダイエットの話をして夏ったらやっぱり体作りたいじゃないですかもうちょっと遅いか遅い感じもしますけど今から間に合わないねだけど、うんまあ、ダイエットっていうのは今も話題で、えーっとまあ、沖縄でもスポーツジムも多いしみんな何々ダイエットとかっていってこういろいろ頑張ってるじゃない最近ではライズアップも流行ってるし。うん で翔太郎君はどうダイエットしてますよ。七7月1か月ちょうど今ダイエット始めて1か月ですけど3キロ一応落ちました3キロはいもともと何キロなのそれは言えないですそれはまだちょっと人に言うほどの数字にはなってないただあのダイエット法をどういうふうに取り組んで戦略としてまずは自分ちょっと体重が 結構多めなので、うん、激しい運動とか逆効果、うん、心臓に負担がかかったり、うんうん、関節痛めたりするので、うんうん、やっぱり最初はカロリー制限ですね、食事,食事制限から、うん、まあ今までが結構、まあ、普通に1日どうだろう2000キロ以上は絶対とってたので、それをなんとか2000キロ未満に抑えるように。うん、それだけでも この1か月、3キロ痩せましたけど、特にその激しい運動とかはしてないんですよ、たまに週に3回、ウォーキング3四40分するぐらいで、基本はもう食事制限でしたね、うんまあ、食事、一番はね、やっぱどうしてもダイエットって、食事制限だよね、ね割合がどれぐらいだと思う 食事と結構大きいと思いますよ78割じゃないですかそうだね多分82か91ぐらいじゃないほとんど食事じゃないかなそうですよねどんないいトレーナーついてもラーメンと餃子にチャーハン付きだったらさすぐもう意味ないですからねでまあみんなが大好きなさとんかつ定食だとかさまあ A ランチ B ランチみたいなのがあるでしょどんなに運動しててもああいうのばっかり食べてたらまず痩せないよねそうですねうん でね、一番大事なのはモチベーションなんだよ。ああ確かに続けることを続けないと意味ないですからね。一、うん、日だったら誰でもダイエットできますから。そうそうそうだから瞬間的に落とすっていう、まあ、瞬間的に落とすっていうか。うん やっぱりああいう体になりたいと思うことが一番大事で多分もう一歩先言うとああいう体になったことのうれしさっていうのかななった先にどうなってるか今まで着れなかったズボンが着れてるとか着れなかったピチティを着たいけどピチティでなかなか着れないで,しょで、ね、だけどピチティ履いてもピチティにならないみたいなさ <laughs> でちゃんと体のラインが出てるとかああなった自分に。 なった時の喜びっていうのをエクスタシー的に知ってるとおそらくいいのかなと、うんあのー、あれと似てるかもしれないマラソンとフルマラソンと似てるかもしれないけどはい、はい、フルマラソンも走ってるプロセスは面倒だけど、うん、なぜみんなやるかっていうと、うん、やっぱあなった42.195キロを走った後の達成感っていうのかなそれがとっても、あのー、いいのかなと、うんあのー、だからそれを知ってる人はやっぱり 食事も我慢できるしこの4 2 1 9 5キロの間の、まあ、3 0キロ地点、うん、3 5キロ地点も我慢できるのかなっていうのがまあ理論だからだからやっぱり、えー、動機っていうかモチベーションが一番大事なのかなと、うん、じゃあ,まあダイエット自体を目的にしたら続かないとそうそ、ね、そう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 、うん、そう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  適切にまあしないといけないのかなというのがあるから自分の体に応じた戦略っていうのがあるのねだとまあだから練習でもよく有酸素運動とかっていうけどもまあなるべくまあ有酸素運動で脂肪を燃やしていくようなあとねボクシングの言うところの原料とえ一般の人で言うダイエットって何が違うと思う ボクシングはなんか短期間で一気に落とす感じがしますね。一般のダイエットは徐々に徐々にう、うん、その体になっていく、うんまあ、まさしく、ねそうだと思うボクシングの場合は試合の計量をしてしまえば次の日はまだぽっと太ってるからその試合の当日、いかに体重を落としているか一般ダイエットの場合はこれをずっと維持していかないといけないから。その ま日曜日だけ日曜日曜だけ痩せてればいいっていう話じゃないからボクシングは日曜日だけ痩せてればいいっていう話だからあのと、やっぱりボクシングの場合は瞬間的に落とすのは水分をとる。 あのー、暑いところで練習したりさサウナに行ったりとかさ、うん、水分を抜くで水分って重たいから、うん、水分を抜けばやっぱりそれなりに体重は落ちるの、うんだけど水分を取ればすぐ戻る、うん、だって水分って重たいすぐさ、はい、1.5リットル飲んだら1.5キロ,、ね、1> 1. キロ戻るわけでしょ、はい、それぐらい取りやすいし太りやすい、うん、だけど脂肪っていうのは一般の人が言うダイエットっていうのはあのー、脂肪の燃焼だから。 そう簡単に落ちないし汗かくように脂肪が落ちるわけじゃないから,から脂肪を燃やすことと水分を抜くことの違いっていうのはあるのかなとだからボクサーのように体重を落とすことと一般の人が落とすあの体重を落とすことは少し違うかなとはい、はい、まあそのあたりがあるので違うのかなとあとね瞬間的に、まあ、今体重を落としたりするものでファスティングっていうのがあるすねファスティングってんだと思う 断食ですかそそうそう断食う絶食絶みたいな感じなんだけど実はね自分は断食中で断食中ファ,ファスティング中で確かにね体重はね落ちるね明日で終わりなんだけどあ何日やってるんですか6日間あ<ー>、まあ今日で5日間何も食べてないー体調の変化どんなですかまあ体は軽いよねあ<ー>体は軽いけど時々頭痛今までしなかった頭痛がしたりとか。 意識とかはちゃんんんとししっかかかりしてるんですかなんか空腹で倒れそうとかそれはないね<ー>この栄養剤飲んでるからだと思うはいはいあ水だけじゃなくてそう、うん、あのー、そうこのなんかね妙なファスティング用の養命酒みたいなのが <laughs> 妙,な妙なファスティング用の養命酒みたいなのがあってこれ3万円するんだよ、うん、ですもう一個のところを行ったら5万円したんだ五万円、うん、じゃあ3万円がいいです安いにして <laughs> なんていうのかなたまたまなんでファスティングしたかっていうと、はい あのー、いつも行く、まあ、あのカフェでそういったセミナーをやってたら、うん、なんかファスティングので自分もちょっと体重が最近増えてきたなと思ってはい、はい、一気に体重を落としたいしうん、うん、ちょっとなんか自分がストイックになるきっかけを作りたいとファスティングやったらちょっとストイックになれるじゃん達成感はありますねそ,うそ,うでそれで,、うん、でやってみようと思ってこういうところでたまたまやかファスティングってやれたらいいなと思ってたところに、うん カフェにランチ行ったら今日ファスティングのセミナーやってますよみたいな運命ですねそうそうそその人から一応説明を受けてファスティングを,、あのー、をやったんだけど、うん、うんやっぱでもちょ前昔減量とは似た感覚はあるけど減量、はい、の時は本当になんていうのかな水分とか食事の欲に追っかけられるっていうのかな。うんうんうん 本当にこの,あのコカ・コーラとかの缶を開けるプシュッっていう音があ,あ,<ー>あれ鳴っただけでも腹立つみたいな <laughs> とかもう本当にスーパーで食材を眺めてることが大好きみたいな <laughs> あそ,うそういう感じでもう本当に、うんあのー、テレビでケンタッキーのコマーシャルが流れようもんならもうたまらんみたいな、うん、<laughs> いうそれを我慢するんだけど今はそんなことないね、はい、あじゃあ、れですねファスティングっていうのはこの肉体だけじゃなくて精神にもいいってことですかね。 精神的にも鍛えられる、うん,うん、まあいいチャンスで、自分自身はやっぱり、動機づけが絶対これするんだぞっていう気持ちをはっきり持って進めるから、絶対この期間、これだけでやって、これだけ体重を落としてやるっていうのが、決めて、絶対こうなってやるんだっていうのが、でもう本当にこれができなかったらすべて失ってやるっていうぐらいに覚悟を決めてやって、できた時の自分っていう喜びみたいなのがあるから、そういうの好きなんだろうね、挑戦していくのが。 で、また落ちたらまた太るんだろうけども <laughs> <laughs> まあでもマインドコントロールしてでファスティング始めてで今日明日で終わりだから,らち,な、うんうん、ちなみに今5日目で体重何キロぐらい落ちたんですか6キロぐらい落ちてた6キロ 1>,、うん、1日1キロ以上落ち,落ちるねすごいですねそうそうそうがありますね。多分明日でそうそうでそうそうだから明日でもう1キロぐらいでも,もうここから先はあまり落ちないんじゃないかなと思うけどああ あとは一回落としてどう体を筋肉付けしていくかだよね、<ー>体重だけ落ちてて、例えば胸の筋肉まで落ちてるとか、<ー>横の脂肪は取れてないとか、そういうような感じになるから、それじゃなくて、うんうん、きちんと体は作っていきたいなっていうのが、今とと、あとトレーニング方法とかもまあ考えもんだけどね、どう,、うん、ういうふうにしてトレーニングやってたら。 いいのんじゃないのだって筋力ある方が代謝がよくなるから,るからでしょう。う筋力弱い人より筋力強い方がいいし、筋肉美みたいなのがあるんじゃないのライズアップですねそうそうそう。だからあんなごっつくならなくてもいいけど、あんまり休せなくてもいいけど、<laughs> ね、あれはだってライズアップとかはメンタル面がしっかりしないでいきなりお金に脅迫されて落ちてしじじまあそうですねこれだけ払っったからっていうのは あんなに払ってまあ2か月であの体っていうんだったらまあ安い方かもしれないですけどねそうそうお金持ってる人にはそうそうだけどまた戻るかもしれないけどだからメンタル面とかノウハウをきちんと分かればまあしやっぱりでも食事なんだろうけどねまあそうですねうんそんな感じでなんかダイエットとかともなんか勉強とかともちょっと似てるんじゃない勉強と、うん、あんまり試験勉強いいか <laughs> いや,いや,いや あのまあ、そうですよね世の中いろんなダイエット方法はあふれてますけどなんんかさっっき言ってたじゃん、はい、どれやっても、うん、多分痩せれるんですよどんなダイエット方法でも痩せやすい痩せにくいはあるにしてもですね勉強も多分まあいろんな勉強方法テキスト中心過去問中心いろいろ人によってあると思うんですけど、まあ、ゴールは多分いけるただ近いか遠いか早いか遅いか。うんうんうん 続けられるかかどうか、うん、そこだと思いますうーんそうだ、ねうん、だから自分に合った、まあ、勉強法を見つけた人はすぐ結果が出るでしょうしダイエットも自分に向いてるダイエット方法が見つかれば、うん、長く続けられると思うし、うんうん、それをいかに見つけるか、まあ、相性というか。 自分なりに見つけるっていううのが大事だ、ね、そうですねで自分なりに見つけるには自分そこまでいくまで,でたくさん失敗しないといけないから、ねあ<ー>うん、人から教えてもらったのはい、そうですかって受けてたらまあ、そっちを失敗するんだろうけど、まあ、自分なりに考えて編み出していくのがまあいいのかなと思うけどうんでも、まあ、初めは何事も基本は真似事から始まって。まあそうですね 真似事から始まって、えー、自分なりのやり方を見つけて。うん、で、まあ、極めていくっていうか、ね。はいはい、それを楽しめる人はダイエットも勉強もうまくいくのかなと。うん,うん、まあ、そういう意味では。まあ、モチベーション、動機づけがしっかりしていて、戦略がしっかりしていて、で、実践したら。いい結果っていうのは、な、出てくるのかなと思います。うんはい、まあ、えー、まあ、八月、来週お盆で、今年ももう夏も終わりますけれども。はい、まあ、夏、夏が終わるから、じゃ、歌は。 行きましょうか。<laughs> あの夏の思い出ったらああいいですね。でも <laughs> ちょっと早いんじゃ早いゃないですか。早いかな。まだ8月8ですよ。<う> <laughs> じゃ夏だねにする。<laughs> いやどっちもいいですけど夏だねと夏の思い出。 いいなっいういいよどうなこれ懐かしいですね。 25分、30で終わればいいのかな25分からもうあ最後、25分からですで、この辺が25分,25分45秒ぐらいでここに来るとちょうどいいのです25分45秒だいたここから普通にまあ慌てず読んだら45秒 だいぶでも慣れてきたな。そうです、ね。この三十分短いなって思うんですか。全然準備してない。<laughs> 準備をこしで。あ昔はかってる。四時半からやってました。そうだっけ。う四時半に集合して、ああだこうだろう。

これもしかしてニトリのものなんですけど、ニトリの椅子が良くないのかこんなあれなんですかあの基本がこれ事務所のやつはもうバキってきましたへえ、それツっちゃんからじいですか容疑はかかってるんですけど、本人は否定してます絶対犯人ですニトリーちょっと良しゃしがあるみたいまあ安いですからね 時刻はあ19時20分45秒を回ったところです、えー。皆様から寄せられた相談に日田県があお答えいたします。はいえー、と今日日はですね、はい、昨日ですね沖縄県用書士青年の会において、えー、養育費、子どもの養育費ですね、無料相談会が行われました。皆さん、養育費って言われると、ですね何かなっていうのがあると思うんですけど、うんまあ、子どもが健やかに成長するために必要な費用、うん、それはですね あのー、親がです、ね、きちんと払っていくべき、はいえー、お金ですね、うん、特にです、ねえー、お父母が離婚する際にです、ねえーえーまあ、通常であればお父さんがいくら払うということを取り決めしてです、ねうん、きちんと払い続けるということが、まあ、大事ですね。はい、で一般的にです、ねまあ、多い相談としては離婚したときに養育費を取り、うん 決めなかったんですがいいですかっていう話なんですけどもはい、はい、もちろんね、ね法律的には離婚した後でもですね養育費を決めることができますですね、うんはい、なのできの、えーまあえー、昨日の相談だったとしてもです、ね、あのとかでもですすねねとかもやっぱりこれからでも、まあ、養育費を取り決めてですね、えー、お父さんの方にきちんと請求していく。うん でですねまたこの取り決めをしたんだったら、ですね取り決めはですね、えー、公正証書という、うう公証人という、あのちょっときちんとした公の人が認証する書面にした方がいいですね、<ー>はい、そうじゃないと、ですね、えー、そうじゃないとなな何が不都合だと思いますからいろいろひっくり返されるとかって。うん あのですね養育費を公正証書にしておくと、ですねえ不払い、払わなかった時にですねす,ごくすぐあの相手方の給料を差し押さえることができるという形で、養育費をですね一般の取り決めだけにして、口約束だったらまあもっと弱いんですけども、それを請求する、一回裁判所で裁判したり調停しないといけないものですから。 公正証書でしていくとおこの裁判手続きを省略してえあのお父さんの方にに、ね、差し押さえの請求ができるということですね。はい、あとですねあの多い質問で離婚したときに慰謝料や財産分与を払ったので養育費を払わなくていいですかっていう話もあったんですけども養育費はですね 遺写料や財産分与とは違う性質なものなので、うん、えまた別途きちんと請求できますもう一度言うとです、ねえー、遺写料や財産分与離婚の際に取り決めをしていたとしてもです、ねえーあの、養育費は子どもの権利ですので、子どもが成長していくために必要な費用なので、これは。 ちゃんと親に請求することができますので、一度ですね、もし、養育費の相談がしたいなと思うのであれば、一度事務所の方までご連絡ください。はい、はい。あと、あのー、今度はですね、沖縄県使用書士会において、28年、今月の8月20日土曜日ですね、うるま市の方でですね、健康福祉センターうるみ3階ホールにて、相続遺言。 の無料講演会と無料相談会を開催します。はい、えー、今回はですね、えー、っと那覇地方法務局と共催になっておりますので、ぜひこちらの方でも相談、えー、相続、遺言の方でごそお困りの方は一度相談ください。はい、えーっと、まだ大丈夫かな。まだ大丈夫まだ大丈夫ですね。あの相続有、遺言に関してはですね、今、あとってもお話題 いうか困っている方があってあの遺産相続でトラブっているとか、はい、え遺言を考えていると、うん、まあ未来に続くね、えー、人間は必ず死ぬもんですから元気なうちにですね,ですねえー後継者に対して財産を引き継ぐとかですね遺産相続の手続きをきちんとしておきたいとかあ借金をの相続をさせたくないとかまたは生前贈与とかですね、えー、そういった問題について、えー、司法書士会司法書士と 那覇地方法務局の職員による無料相談会、無料講演会がありますので、えー、お知らせでした。はい、えー、そろそろお時間です、えー。実際に相談してみたいと、いう日田県に相談してみたいということは、ぜひ一度の事務所の方までお問い合わせください。場所は宜野湾市大蛇ゃのモスバーガー裏、レキオススクエア内止まりの2階になります。1階は au さんなのですぐわかると思います。電話番号は0 9 8 9 1 7 98, 17, です相談は無料となっております「Don't worry be happy」「安心」というキーワードに向けて日高潮志法人プレゼンツ教えて日田健先生お相手は司法書士の日田健子と日田健一とアシスタントの日々でした「s e e you next week」バイバイ